さてお待たせいたしました。 S 級決勝戦優勝しました吉田優輝選手お越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。さて吉田さん、佐々木さんがスタジオにいらっしゃいますのでお話しください。はい、決勝戦のインタビューの時に初めて吉田君を見てびっくりしたと言ってましたけど、本当に今日もすごかったですね。いや全然バッテの順平さんが落車してしまったのでそこがちょっと食い上るというか、あんまり素直に喜べない。そうですよね、はい、やっぱり吉田君もちょっと落車があってアクシデントがあったっていうところでね、まあ素直に喜べないのは分かりますけども、まあ吉田拓也君も喜んでるんじゃない。そうですかね。いやちょっともっと早く踏むべきっていうふうに多分言われると思います。もうちょっとまだ組み立てが甘かったので、はい、そこを多分言われるかもしれないですね。はい、まあ今後の目標もちょっと聞きましたけども、やはりお兄さんを抜くことが目標ですか。いえ、まあ、兄と一緒に走って、まあ、兄弟でワンツーっていうタイトルをワンツーで、はい、決めるのが夢ですね。すごいですよね。まあ足の回転と喋るの回転とって何回って言いましたけど、もう今日はちょっと回転数を上げてもいいんじゃないですか。そうですね、ちょっと今日は口より足の回転をちょっと高めでいきました。今はどうなんでしょう。はい、しかしながら本当に今後楽しみですね。そうですね、まあ、でもまだまだ組み立てが甘いというか、うん、まだまだ全然足がないので、いやいや、もっと強くなれるように頑張ろうと思います。ね、しかしながら本当に119期、初めての優勝じゃないですか。そうですね、同期は3人上がったので、うん、その中で僕がなんかたまたま取れちゃったんで、まあそういう結果になったんですけど。次の会社はどこですか。豊橋ですね。あ、豊橋も期待できますよね。いやちょっとプレッシャーが、いえいえいえ、もうとりあえず全力出し切って、まあ、足の回転と口の回転両方上げられるように。吉田さんの選手はそのよく喋るっていうことですか。そうですね、結構お前一人で喋ってるじゃんっていう結構言われることが多いんで、ちょっとそこ、まあ、もっと磨きかけようかなってそれを聞いてみたいですよね。本当ですね。でもまだまだこうやって決して優勝のインタビューもこれからどんどん増えてくると思う、はい、その時に口の回転も。そうですね、ちょっとレース後なんで頭の回転がちょっと悪くてダメですね。十分回転してるみたいですよね。さすがです。はい、ということで、ぜひですねファンの方に吉田選手からメッセージを最後にこれからの目標とメッセージをお願いいたします。はい、これからもっと、上のレースで戦えるように頑張ります。3日間応援ありがとうございました。これからも頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってください。はい、吉田優輝選手でした。ありがとうございます。